皆さんこんにちは、小川仁志です。今回はですね、当たり前の発想しかできないというお悩みについて考えてみたいと思います。当たり前の発想から抜け出すっていうのは必ずしもクリエイティブになることではないんですよね。それにこうクリエイティブになるってね、そう簡単じゃないじゃないですか。当たり前の発想から抜け出すというだけだったら、実はね、そんなにこう難しいことをしなくても簡単にねできるようになるんですよね。それは逆に考えるっていうことなんです。意外とシンプルでしょ。でもね、こう人の言うことのこう逆をね考えたりとか、常識の逆を考えたら当たり前の発想じゃなくなりますよね。それにこう逆に考える方法をマスターするだけだったら、もう本当にね簡単にできるんですよ。実は私は前にですね、こんな本を書いたことがあります。成功する人はみんな逆に考えるっていう、まあ、本なんですけれども、これ事実なんですよね。だってこうみんなの逆を考えるから、まあ、一人だけこう得したりするわけですよね。まあ、逆張りとかねいうこともありますけど、でそれだけじゃありませんよ。こう逆に考えるってことは頭が良くなるっていう、まあ、そういう方法論でもあるんですよね。この本のね、このサブタイトルにも頭が良くなるリバース思考っていうふうにつけてるんですけれども、反対に考える逆説っていうのがありますよね。その逆説をねうまく使ってる人ってどうですか？賢そうに見えません？現にね、歴史上の哲学者は結構この逆説を使ってるんですよ。ちょっとね、私の本の中で引用したものを紹介したいと思います。例えばですね、もし神が人間の祈りをそのまま聞き届けていたならば、人間はすべてとっくの昔に滅びていたであろう。というのは、人間は絶えず互いに多くのむごいことを神に祈ってきているからということなんですね。これはですね、古代ギリシャの哲学者エピクロスの言葉なんですけれども、ここではね、神様がその人間の願いを叶えていたら人間は滅びていただろうという逆説を唱えているんですよね。本来神様が願いを叶えてくれたら人間は幸せになるはずですよね。ところが、まあ、人間っていうのは人の不幸を願ったりもするので、まあ、それが全部叶えられたらね、みんなお互いにこう、あの人いなくなれとかね、あの人が不幸になれなんていうことがこう起こっちゃうと逆にね良くないことになると、まあなんともね、これ皮肉な話ですけれども、割と真理をついてるじゃないでしょうかね。あるいはですね、注意すべきは憎しみを招く元が善行でもあることだ。悪行に劣らず。これはですね、イタリアの思想家マキャベリの言葉なんですけれども、普通はね、悪いことから憎しみが湧いてくるものなんですけど、いいことからも湧いてくるっていうんですからね、まさに逆説ですよね。いいことをしても、まあ、おせっかいに思われることがあるのを考えると、まあ、なんとなくわかるような気もしますよね。じゃあ、こんな風に逆に考えるためには、一体どうすればいいのかっていうことなんですけれども、いつものようにね、3つのステップで簡単にコツをまとめてみましょう。まずステップ1ですけれども、当たり前に発想するっていうことですね。まずは当たり前に発想してみる。例えばそうですね、自由な時間は楽しいと、まあ、当たり前ですよね。ステップ2ですけれども、それと真逆のことを考えてみる。今度はね、真逆のことを考えてみる。ということは、自由な時間は苦しいっていうふうに考えてみる。まあなんかね、これ逆説的ですけれども、まだあるんですよ。ステップ3、その真逆のことが当てはまる具体例を考えてみるということなんですね。自由な時間は苦しい。じゃあなんかこう具体的な例はあるか、あるいはね、理由はあるか。例えば自由な時間って言っても、あんまり自由すぎるとね、何していいかわからないですよね。だから苦しい。そんな風にこう付け加えるというわけですね。自由な時間は苦しい。何をしていいかわからない。そんな風に聞くとね、なんとなく当たり前の発想から抜け出してちょっとこう逆説的ないいこと言ったような感じがしません？これまあ、実は哲学者のサルトルも似たようなこと言ってるんですけれどもね。だから逆に考えると、こう本当に哲学者みたいに面白い発想ができるようになるということです。こんな風にステップ3までやっておかないと、ただね、何も考えずに反対のこと言っただけじゃないって言われちゃいますから、やっぱりここまで考えておかないといけないんですね。これはまあ、わざわざその理由とかね、具体例とか言っても言わなくてもいいと思います。まあ、ただ聞かれた時にはね、なぜかっていうことが言えないとね、ダメだと思うんですよね。さて、本日の逆に考えることで当たり前の発想から抜け出すという話、いかがでしたでしょうか？まあ私ね、この YouTube の発信を始めてからあっという間に3ヶ月が経ったわけですけれども、本当にね、毎回たくさんの方から反応いただいて、感謝をしています。で、時にはね、見てるっていう人からこう救われたとかですね、
あるいはまあ参考になりますなんて言ってもらえたりもするんですけれども、まあそういうのをね聞くとね、あ、やってよかったなというふうに思いますね。YouTube やる人のね目的っていうのもそれぞれだと思うんですけれども、私はですねよく哲学の普及が目的だっていうふうに言ってますけれども、それ自体ね、その哲学の普及をするのはなぜかと問われたら、やっぱりねこんな風にこう誰かを少しでもね幸せにしたいという思いがあるからだと思いますね。まあぜひこれからもね、続けていきたいと思います。それでは今日はこの辺で、あなたの人生に哲学を。